シトワン軍の一チトワン軍は、ネパール東部の第三州の軍。軍とは、バラトプル。2016年7月1日の人口は64万4219人。面積は2218平方メートル。人口密度は290.5人、k 平方メートル。インドに国境を接する、いわゆるタライ地方の一部。現在は、 バラトプル市の一部になっている奈良屋に川に沿った奈良ヤンガートはこの地方最大のショッピングセンターで金号近,近在から多くの人が買い物に来る。軍内には40の村落開発委員会があり各 VDC には9つの区内市は村落がある。その他に順大都市圏バラトプルとラトナガル自治体がある。チトアン軍はマスタードオイルの生産で有名である。 チトワンの土壌は、シルトと言われるものが大部分で、マスタードの生産に適している。ところどころ粘土質の土壌があり、米の生産に適している。他に、有名な商品作物には、トウモロコシや小麦がある。チトワンの土壌は、野菜の生産にも適しており、キャベツ、カリフラワー、大根、ジャガイモ、ブロッコリー、キュウリ、カボチャ、人参なども生産されている。 チトワンでは、ネパールの鳥の80%が生産され、カキ、マッシュルーム、蜂蜜の生産も盛んである。チトワンは、世界遺産、チトワン国立公園に代表されるように植物賞、動物賞が豊かである。インドサイの最後の生き残り、ヒョウ、ワニ、ニシキヘビ、数種類の鹿が公園内に住んでおり、ベンガルトラの最後の生息地となっている。ありがとうございます。